あ、これでいいですわ。あ、え、あ、いいっすね。あ、いい、いい映画撮れました。ありがとうございます。はい。よろしくお願いします。僕のラインを撮っていっとる。60で取れるんか。60にしよう。重かい。80重い。そうでもないな。大した魚じゃない。じゃあ前も来とるよ。前も後ろも来とるよ。ちっちゃいけど。ちっちゃいけど。あ、泣いた。あ、はいはい。今日の一枚釣れました。ウイトが大事やね。ちょっと軽にしたら釣れ始めました。当たり多い。でもなんか相当小さいのが容器おるんやろね。ノリ悪し。小さいのとなんか違う他魚がおる。あ、バラしたんやけど。いい感じやね。そがバラした。ごめん。くそ、今のちょっと小回しやったのに腹立つ。じゃあこりゃ。いや、だけど方々多分。多分方々やと思う。ん？ああ、チャリが。いや、もうチャリがね、腹にかかっとった。これ測っとく？いや、もちろん。26ある。そんなあるんか、残念。はい、すみません。そうそう、そう、2枚合わせてぴったり？知らんけど。
まともなん来たこれで60は超える、まあ、上げたらな上げない上げないかでかないでかないあざます、よいしょ、あざます、よいしょ、よいしょ、はいはいはい、ちょっとマシになった、はい、すいません、はい、どうかな、40ないんかいないね、あ、39ですね、残念、情報の範囲では50ぐらいありそうやん、照明50ちょいあるね、50あるある、同級生釣れた？そう。絶叫ショー。じゃあ52歳やばいんだよ、52歳。しょうがない、いつきやっか、あー、なんで、
若い子が好きすぎる。これどうですか、年齢的には。年齢的にはね、もうちょっとまあ法律は守っとるけんいいんじゃない。若い子、すいません、若いが好きなので申し訳ない。うわやば、変な気の振り方するな。引いてない引いてない、絶対ゴミ。あ、いや、なん、あーやばいの、やばいの釣った。いや、いいっすいいっす。いやいや、すくったらえらいことになるけど、ちょっと外す外す。誰かいるこれ。いや、ほんまに僕はもうリースでいいっすよ。やばすぎる。何、普通にタイ釣れるやん。すごい。ねえ、すごい。みんなアコウとか言うけん、こんなんつけとる場合じゃないよ。ちゃんとしたのつけないから。食い方が魂ではない、食い方がアコーっぽいけど、後ろ後ろ後ろ。ガーンって食った。にぎやっか。タイやったら嬉しいけどな、タイやったらそこそこあり気がするんだけどな。うん、あっこちゃん、あこちゃん、あこちゃん、これはこれでまあいいです。これはこれで、はい、これはこれでありがとうございます。あこちゃんでした。よいしょ、よいしょ、ありがとうございます。面白いな。本当にアコなるほど、アコ狙うセッティングにしたらアコ釣れたよ。アコちゃん、イエイ。
けど、玉だけやっぱり玉はタングで行こうかな。どうしよう、すげえ迷うな。おお、でっかいアコ。はい、上がってください、上がってください。もうこれ塩終わっとるですね。上がってください。終わっとる。ライスアコやね。いやー、くそーっと、あいつ行きたかった、今のタイミング。分かったな、5枚ぐらい上がったね。4枚ぐらい上がった。全部餌やったな。あー、また頑張ってチャリ釣って混ぜないか、今からは。YouTuber 言うな。チャリチャリ成功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 。くそー、これ今一番言うたらいかんやつですよ。マジで前はでかいわ。あんな俺掃除しよるだけやんか。いかんで、船長が無理やとか言って、それはいかんでしょ。励まして。え、おるよ。励ましてでかいね。ほんま大きいね。なんなん、なんなん、もうもうチャリチューバーのチャリは誰も救ってくれんのやん。はい、釣ったよ。釣ったよ。釣ったよ。なんちゃい。あ、釣ったよ。釣ったろ。そう。ダメすぎる、もう。おかしいな。いや、これちょっと大きめのが食うは。高松沖では食うんやけどな、ちょっと大きめのやつかな。スイッチさんですか。スイッチさんですか。チャリって決めつか つけるのは良くない。チャリって決めつけるのは良くないと思うよ。おっさんも映った。おっさんの一回でかいんじゃん。あれやな、どうやって持っとるを引き込むかっていうのを研究せないからね、試合に勝つにはね。いやいや、ないよ、ええやん、ちゃんと釣れとるやん。俺なんかみんなが釣れたら嬉しいとか思ってもないのに釣れよ。最悪や、一応立ちが悪い。タイは捨てます。釣れなかったよ、ほら。そうよ、そうそう、あの檻の中入れない関係な、大きなつったらあかんのよ。チャーリーズやん。いやいや、あなたはでかいの釣ってますから、もうマジで。
もう辛い。はい、どうかです。お疲れ様でした。お疲れ様でした。疲れました。くそー、なんなん。はい、ということでいかがだったでしょうか。高松じゃない、松山沖で行われたタイラバカップ in 松山の、模様をお届けしました。最終的に私はですね、まあ、チャリチューバーと呼ばれながらですね、実際タイばっかりを釣ってしまいましたが、まあ、枚数的には9枚っていうことで、パターンとしては悪くなかったのかなというところです。まあ、あとはこれにですね、いいサイズのタイを混ぜるにはどうするかというところではあるんですけども、同船者さんで結構大きなタイを釣ってた方はですね、結構大きめのセッティングですね、カーリーとかも大きなセッティングだったり、あとね、スイッチを使われている方が多かったですね。あの大きな台って結構玉噛みをしてくるので、まあ、そういう意味でもスイッチ良かったんじゃないかなというふうに思います。まあ、次回はねちょっとその辺のところも踏まえて、松山沖に挑んでみたいなというふうに思いました。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。おまけで、試合の後に船長さんとちょっとお話しした、おまけなんかもつけてますので見ていただければと思います。釣りバカ3号でした。ではではまた。力の100分の1しかない。あ、100分の1なんですか。マジっすか。やばい、400枚釣れるね。4000枚だろ、4000枚か。100かけたの。どう、4000やん。いや、ほか10、40枚、そうかそうか。やばい。え、何今の秘密流してやつ。YouTuber でなんか、彼女とか。え、いかんの違うの。彼女とか言ったけど。こいつ、こいつ、こいつ、こいつ。人が悪い。もうおもろい。まだあると思ったの。赤ですね。うんうん。当たり結構あったやろ。ライトはあった。ライトはあった。半分取る。半分やね、多分、バイトがあったやつの半分やと思うね。でもバラしてはない、1枚しかバラしてはない。そうそうそう。あとはね、あとは持っとるか持ってないか、サイズがね。サイズはもう、うん、でも前の人は大きなカーリーとか使いよったから、やっぱその辺かもしれないですね。やっぱあんまり大きいはあんまり好きじゃない。これ自体は。ああ、まあやっぱ数釣ってそれに混ぜていくしかないですよ、ね。釣りの縛るの大会なんかたまにするんだけど、はいはいはい。それは大体もう完成してるから。あ、そう。一応優勝や。やった。はっきり言うて。もう本が僕優勝って言っときますわ。本当の。確かにね。大体数の勝負。ああ。サイズ大きいは運やけんね。まあまあ。サイズは運やろ。だけど一番重たいのは、いいよ。いいよ。ウェイトやで。バー、バーって。使わせてきたった。そうよね。平井も釣れたしね、でかい。ああ、あのヒラメはでかかった。同時やもんね。平たいやつ両方に上がってきたけど。俺もわけ、それ見て聞いたから、平井さんに言ったけど。一番カーソンが高橋君、もうサイズもトップ、数もトップだったんだ。最後でも人差しか人差しでガクッと抜ける。いや、でも腰釣り寄った前で、すごーと思って、見るたび曲がっとるし。曲がらんねえ。まっすぐで。まっすぐで、ちょん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 。ふくかな、ふくかな、ふくかな。ひどい。ここの船長口悪いよ。いやでもあの大きい向こう走ったの良かったですね。すごい。本当15分やね。あと15分遅かったらなかったけど。ないよね。あと15分。ね。ここね、どんなかなあと潮ギリギリ向こうの潮返すの早い。あ、そうなんですね。ああ。行った瞬間はね。あ、これもあ、いいわ。もう長い方の言うたらね。この長い方は釣れるけど。ああ。長い。あと2回もう激流になっとった。今日は潮が大きいけんね。なんか潮早かったもんね、釣れるんよ。ああ同じとこだ。あ、ちゃんと一緒に流れてくれたら。あれはダメなんですか。あれだってもう上と下で全然潮の速さ違うかったもんね。全然ボトム取れんのに。もう一箇所あの他に、激流ですごいとかあるよな。だけど、岩でも入ったけ。ああ僕では無理ですよ。やめて。そうなんやね。
いや、あの一瞬の地合いをやっぱ取りに行くのが、あれはね、みんながちっちゃいやつ釣ってくれたやん。で、一応みんながこう、一応ね、2倍にできたけ、心余裕ができたけ、勝負かけり。なるほどね。言ったろ、でかでんけど50から60から全然そこ行くって言うよ。そう言うたとおり50から60から。本当やね。海の中見えとるな。さすがや。どうもありがとうございました。まだ帰らない関係。まだ帰る。ん？あれで帰るやん。いやいや。今締めやけ。